大阪・関西万博協賛開設75周年記念ゴールドカップレース G3 4日目東京の京王閣競輪場です。名残惜しいんですがゴールドカップレースもいよいよファイナル。 S 級 S 班が3人揃いました。初日の特選から6名、一次予選から3名の勝ち上がり、ゴールドカップを手にするのは誰でしょう。それでは対戦メンバーです。1番福島新田雄大、2番栃木増見匠、3番大阪古性優作、4番群馬小林大成、5番徳島から犬伏優也、6番東京鈴木隆二、7番大阪南修司、8番群馬日暮康義、9番青森新山恭平、以上9名の対戦です。駒切れ五分線あたりに分かれそう。ただいまより駒切れ線発走いたします。さあ構えての号令がかかりました。第12レースがスタートしました。決勝戦です。まずは3番の古性、そして4番の小林大成、この辺が上がってきました。1番の新田雄大、2番の増見匠、外8番の木暮康義、さらに外7番の南修司です。あと後ろからは6番の東京鈴木隆二、9番の新山恭平です、5番の犬伏優也。まずはこういった体勢、2センターから初回の第4コーナーへと入っていきます。3番の古性優作、まず前に上がりました。目下賞金ランクダントツ1位です。その実力存分に見せています。3番古性前に上がっています。7番の南修司マークに入っています。まずは古性につけること、それに集中したい。7番の南、3番7番と大阪の2人、あとは4番小林大成、現在3番手。昨日準決勝犬伏のまくりに切り替えて追い込んでいます。気合満々です。小林大成つけては同県群馬木暮康義、4番8番とこの辺が群馬の2人です。あとはその後ろ中段に9番の新山恭平です。マッチ中段5番手、初日特選こそ叩かれましたが、あとは地盤の逃走劇、準決勝は短期まくりでした。9番の新山、そして1番の新田雄大マークです。昨年に続いてのゴールドカップが待っています。連覇なりますか、新田雄大。この辺が9番1番遠くの2人、そして後方には2番の増見匠です。7番手から上昇です。横の動きもできる先行型です。関東のエース、6番鈴木隆二マークです。増見マーク食らいつけばチャンスも出ます。6番の鈴木隆二、5番の犬伏が最高峰、短期の競争です。一発優勝を狙うだけです。犬伏最高峰、上がっていくか。2番の増木、現在中段外、内側で9番の新山と並走です。さあ3番手から4番の小林大成上がっていく。ここで4番の小林大成上がった。8番の木暮康義が2番手、群馬の2人ですが、2番の増木匠ジャンとともに飛び出した。6番の鈴木隆二が2番手ピタリとマークだ。あとは4番の小林大成が少ししゃかがいての3番手、後ろ木暮がいて、3番の古性がマッチ中段5番手、後ろは7番の南、大阪の2人中段だ。後ろは9番の新山が7番手まくり、新田がちょっと離れかけんですが、ラストは5番の犬伏、犬伏最高、粘っている松井。さあ番手は4番の小林大成、外から3番の古性優作がやっぱり来た。直線に入りました。古性先頭、外7番大外5番車、犬伏が来ました。犬伏優也
すごい戦いですが、5番の犬伏、そして9番の新山、あと3着は3番7番接戦です。あるいは7番3番で3着は接戦。さあリプレイご覧いただきましょう。コッショウが上がって先頭に立ったんですが、外からは9番の新山も迫って大外と犬伏、犬伏は最高峰あたりでしたが、すごい足で突っ込みました。犬伏優也、あとは新山です。そして3着5番9番、3着は3番7番、あるいは7番3番、かなり接戦です。正式決定までお待ちください。第12レースの決勝でした。3連勝複式359,1950円、同着579,530円、3連勝単式5931,4130円、同着594,070円、拡大連勝複式。います、連覇なりますか、日体雄大。この辺が9番1番遠くの2人、そして後方には2番の増木匠です。7番手から上昇です。横の動きもできる先行型です。関東のエース6番鈴木隆二マークです。増木マーク、食らいつけばチャンスも出ます。6番の鈴木隆二、5番の犬伏が最高峰、短期の競争です。一発優勝を狙うだけです。犬伏最高峰、上がっていくか2番の増木、現在中段外、内側で9番の新山と並走です。さあ3番手から4番の小林大成上がっていく。ここで4番の小林大成上がった。8番の木暮康義が2番手、馬の2人ですが、2番の増木匠、ジャンとともに飛び出した。6番の鈴木隆二が2番手、ピタリとマークだ。あとは4番の小林大成が少ししゃかがいての3番手、後ろ木暮がいて、3番の故障がマッチ中段5番手、後ろは7番の南、大阪の2人中段だ。後ろから9番の新山が7番手まくり、新田がちょっと離れかけんですが、ラストは5番の犬伏、犬伏最高、粘っている増井。さあ番手は4番の小林大成、外から3番の古性優作がやっぱり来た。直線に入りました。犬伏が来ました。